最近ですね、生徒さんにね、おすすめしているエフェクターというか、ボスからね、出るんですよ、今度。IR2 だったかな。アンプシミュレーター的なやつは持ってるんで、別にいらないんですけど、でもね、ボスのコンパクトエフェクターのあのサイズに、アンプは11種類入ってて、エフェクトループ、ついてるし、2チャンネル使えて USB-C がついてるとかって、それはね、ギタリスト全員持ってた方がいい。ギターケースに入れとけっていうやつ。ギリ合格、あんまり良くはない今日の一筆。はい、疲れ様です。今日は、12月6日です。今日はですね、もう出発そろそろしなきゃいけないんですが、渋谷で、イベントでございます。トランクホテル、行ったことありません多分。でしかもなんか今日雨、結構ね湿気がねこの部屋保たれてまして、まあ、上は 10% だ。っていうか、あいつ壊れてんじゃねえか。下が 33% ですね。今日はイベントだから、コンタクトを入れていかなきゃいけないし、一応念のためパソコンとかも持ってくし、で、暗い時のためのライト、その辺もね、持ってっとこう。書き出します。一応持ってっとく、これ。そう、こんぐらいで十分なんだ。着替えも持ってかなきゃ。原宿クロコダイル、あそこの裏の方ね。ふんふんふん。ナイス、雨上がってます。なんか今日はね、イベント会場が2つあるのかな。なんか設営が時間がなんか被ってるとか、なんか言ってたんだよな。クロコダイルってライブハウスですよね。前にね、ミュージックビデオの撮影で行ったんですよ、役者として。でその前にもね、リズマティックでやってたかな。あそこだったら副都心線のなんか一番北側の出口みたいなところから行けば多少は近いかもしれませんね。結構歩く。最近ですね、生徒さんにねおすすめしているエフェクターというかボスからね出るんですよ、今度。いざという時にオーディオインターフェースにもなるし、そのまま PA につないでライブもできるし、で普通にアンプだからオーバードライブとかそういうのも普通のリアクション、アンプの。いや最強でしょそんなの。サイズよ。恐ろしいよ、あんなの売れるに決まってんじゃん。今月半ばぐらいに発売予定なんですけど、なんかもう予約でいっぱいになっちゃってるっぽいんだよね。じゃあ電車止まってたの、ちょっと見ないのかな。これよね、ありましたね。
まだ誰も来てない説。これは例によって半日に行ってくださいよみたいなパターン。ちょっとぐるっと一周してみましょうかね。イベント終わりました。お、すげえ。思いのほか早く出れた。帰ります。え、スミはやってないじゃん。ヤマンかサンサンかミチや。飛んでる。おばちゃんいない。あ、おばちゃんいた。こんばんは。前ご案内します。はい。美味しそう、このチャーシュー。あ、ありがとうございます。はい、来ました。私はノーマル。